はい、こんにちは、ともです。いつも、ビデオを見ていただいて皆さん本当にありがとうございます。今回はですね、アイバニーズさんからこのギターをね送ってもらって、僕のためにですねカスタムで、シングルコイルにされていました。さすがですね。バークリーではですね、本当にいろんな国の人をね教えて、いろんなスタイルを教えて、で結構やっぱりセッションに、セッションされる人がね多いので、でアメリカでもですね若手の、何人かも生徒がいろんな、ライブでですね本当に大きなショーをやって、で みんな意外に PRS とか使ってですね、3人結構今有名になってきてるのみんな PRS ですね。でアイバニーズもこういうふうにね、音とてもいいし安定してるし、例えばですねこれフロントピックアップでいくと、このギターのすごいところは昨日もずっとですね、レッスンをですね8時間ぐらいやって、でピック打ちましたけども、でこれで終わって弦を吹いて、で今朝ねバークリーまた戻ってきて、それでまた弦を一応引っ張ってチューニングしたら、1弦がほんの少し下がってただけで他は弦全くチューニング変わってないですね。なのでこのギターのそのいいところは、そのトレモロがやっぱりこうねロック系というかやっぱり考えてあるから、こうフローティングしてるんですね。これ上がったり下がったりできるから、面白いことできる。で僕がやっぱ気に入ったのは、やっぱファンクやった時のこのギターの特にそのバランスですね、ミドルリアの抜け方が非常に綺麗なん でピックアップの高さとかも別に何も変えてないんで、単純に送ってこられて、それでブリッジをちょっと何ミリか上げてた。僕はほら高めが好きなの。
ね、こんな感じで、これがフロントです。僕がやるよくね、B フラット。皆さんのよく知ってる A と。A だとやっぱり。基本的なことですね。こういうことも僕の今やってるギターウィズダムという、レッスンのサイトでもやってるんですけども、ここではですね、本当にシンプルなことを深くゆっくり焦らずやってですね、たまには同じことを繰り返すこともあるんですけども、やはり今まで習っておられるで通信レッスンの皆さん、そして日本でいつもね個人レッスンを受けていただく皆さん、そしてスカイプやってる皆さん、世界中の皆さん、ね、なるべくその細かいことを分かってほしいんで、結構シンプルなことからやってます。なので英語なんですけども、ゆっくりやってますから皆さんもフォローできますから、ぜひぜひ見てください。日本人の方も増えてるから嬉しいです。10分になってしまいましたね。それじゃあ皆さん、次回どうもどうぞ。